今回もモニター企画でお送りしていきたいと思います。本日のご相談者様が陽平様ですね。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ご希望の治療内容からまず聞いていきたいと思うんですけれども、今回の内容としては祈祷増大の治療をご希望ということ で、はい、お伺いしております。はい、ちなみに今回ペニスの治療を受けられるのは初めてですか？初めてです。そうですか。単純に祈祷を大きくしたいというご要望だったと思うんですけれども、全体的なこうペニスのバランスをご自身で見た時に祈祷がちょっとこう先細りとかそういうのがバランス的に気になってらっしゃった？そう、まあ、正直あの小さい方じゃないと思うんですけど、はい、なんかバランスから見たら多分細長いというか、はい、このところがちょっとバランス悪いのかな、はい、ちょっとこう引っかかりがなくこうシュッとまっすぐになって皮がちょっと いっちゃったりとかすることもあったんで、はいはいはい、ちょっとメリハリをつけたいっていうところですかね。分かりました。で、一応今回はですね、一応治療内容としてはもうすでに決まっておりまして、祈祷のリパス G を今回 3.6cc の量を注入していきます。治療自体はだいたい5分ほどで終了する治療です。まずはペニスの根元部分に麻酔の注射をして、その後麻酔が効いてから祈祷に注射を行っていくと。この一連の流れに関してはトータルでだいたい10分ぐらいあれば治療は終わるんですけど、最初の麻酔もですね、正直こう根元付け根の部分に結構浅めに入れていくので、正直そんなに痛くないです。ほんとチクッとする程度ぐらいなので、そこはまあそんなに気になるほどでもないかなと。麻酔効くまでちょっと時間もしっかり置きますので、祈祷にそのリパスを注入していく時の痛みとかも特に感じることはないので、その点はご安心いただければと思います。このようにうちのクリニック本日お越しいただいて治療を受けいただくんですけれども、治療自体は実際結構前から考えたんですか？ YouTube 最初見たのがきっかけで、最初はちょっとなんか二の足踏んでたんですけど、はい、どう見たんかを見てるうちにそんなに怖いもんじゃないのかなと思って、はい、実際にあのモニターのあの方の動画とかっていうのは見ました。見ました。はい。まさか自分が受けると思わなかったですけど、今回このような感じでご協力いただき本当にありがとうございます。実際にこう今の時点でちょっとこう治療に対する部分、あとはまあ術後に対するちょっと心配事とかそういうのって何かありますか？終わった後にちょっと痛みが出ることがあるとかで、それがちょっと不安というか、はい、ですかね、はい。はい。リパス G に関しては他の素材と比べて術後の腫れとかっていうのが比較的出やすい傾向があるんですね。正直そのヒアルロン酸やコラーゲンなどのこう吸収タイプの液体の場合だとそんなに腫れないですし、痛みも正直ほとんどないんですけど、ただリパス G の場合は結構その腫れがやっぱり出やすいのと、それに伴った痛み、ズキズキジンジンするような鈍い痛みっていうのが比較的続きやすいですね。個人差あるんですけれども、通常まあ 2,3 日ぐらいで落ち着く方もいれば、長くて1週間ぐらいちょっと続く方とかもいらっしゃいます。リパスの特性としては液体をこう祈祷の皮膚の下の層に入れると皮膚の下の組織が膨張するので、その分他の素材と比べて大きくなりやすいんですよ。それがメリットでもあるんですね。増大効果が出しやすいっていうのがあの最大のメリットなんですけど、ただやっぱり組織が膨張してこうすごいパンパンに張った感じに術後はやっぱり腫れとかも相まって一時的になりますので、その分ちょっと痛みが出やすいというところもあります。1週間とかそれぐらいの期間が経つごとに本当に時間とともにどんどん落ち着いていくので、完治までの期間、性行為などを控えていただく期間までには基本的にはもう気になることなく落ち着いているかなと思います。治療後も経過は見ていただきつつですね、緊急性がなければもちろん通院の必要も一切ないですし、そのまま時間とともに落ち着いていくのを待っていただくんですけども、その間はもう痛み止めを飲んで痛みをもうコントロールしていただくということでお願いしています。はい、わかりました。痛みを我慢するような方もいらっしゃるんですけども、むしろその痛みを抑えるっていうのも術後こう炎症などを抑える作用もありますので、痛み止めはしっかり飲んでいただいてコントロールできるように少していただければと思います。ではあのこれからですね治療の方入っていきたいと思うんですけれども、今の時点であと何か聞いておきたいこととか？今の時点ではないです。特に大丈夫ですか？問題ないです。はい、ありました、はい、じゃあこのまますぐにご案内と入りますので、はい、お願いします。はい、ちょっと緊張もあると思いますが、結構スムーズに終わりますのでリラックスしていてください。じゃあこのままご案内させていただきます。では本日はよろしくお願いします。お願いします。治療前の状態です。全体的なサイズ感は結構しっかり長さもあって太さもあってっていうところなんですけど、確かに先ほどおっしゃられた通りバランス的にはちょっとこう祈祷の高さとこの陰茎の太さっていう部分がほぼこう一直線というか、その分やっぱり上に乗っかりやすいということですよね。で今回はもうここの針の部分ここを中心に入れていきますので、この針出しをグッと出していくような感じでやっていければと思います。お願いします。はい、基礎の注入初めてですよね。はい、わかりました。最初根元に、ね、麻酔しますからね。はい、冷たいです。
ちょっとチクッとしますよ。麻酔ですね。麻酔がよく効くまでちょっと時間を置きますからね。はい、麻酔どうでしたか？大丈夫ですか？あ、なんかだいぶ終わりって感じですね。はい、もう終わったのかな。はい、ちょっとよく効くまで3、4分でちょっと置きますからね。はい、もし痛かったら言ってくださいね。はい、これ痛います？あ、ちょっと痛いですね。ちょっとまだ痛い。これもちょっと痛いですか。はい、もうちょっと時間を置きますね。はい、痛いですか。ちょっとチクッとします。どうですか今。もう痛くないです。痛くないです。はい、今大丈夫ですか？まあ、ちょっと痛いですよね。ちょっと痛い。大丈夫です。もうちょっとですからね。終わりましたからね。はい、これ終わった直後よりもちょっと時間が経ってからの効果実感できますからね。はい、で一時的にちょっとね、皮の方が腫れちゃうこともあるんですけども、はい、その分ちょっとご連絡くださいね。はい、お疲れ様でした。はい、術後の状態です。今回は木と仮の部分に 3.6cc 注入しているんですけれども、結構現時点でもしっかりと針出しがている状態ですね。その術前のここの引っかかりっていう部分、ちょっとなかった部分もここも十分引っかかるぐらいの幅が出ている状態です。はい、ちょっとじゃあ状態見てもらいましょうか。ちょっと受け方いいですよ。はい、はい、じゃあ
一応今回こんな感じで、はい、3.6cc に入っています。結構このどうぞ触っていただいていいですか。触ると結構硬いですよ ね, すね、はい、結構張り感がグッと出てます。それ麻酔の根元の部分の、はい、麻酔の針ですね。硬、はい、いですね、はい、でこれ今直後の状態こんな感じなんですけれども、時間とともにもう少しここの幅がグッと出てきますので、はい、今でも十分引っかかりできているような状態ではあるので、だいぶ皮のかぶりとかも軽減はできるかなと思います。実際どうですか、見てみて。そうですね、なんか結構重量感感じますね、うん、はい、嬉しいっす。はい、良かったです。はい、でまた今後また徐々に効果現れてくると思いますので、はい、引き続きちょっと経過見ていきますね、はい、じゃあこのままちょっと包帯を巻いていきますので、もう一度横になってください。お疲れ様でした。はい、では治療無事終了しまして、はい、今回1通りパス注入したんですけれども、ちょっと麻酔がですね少しちょっと効きづらかったので、ちょっと追加をしながらですね時間をかけてやっていたんですけれども、実際にちょっと感想などもですね含めて最後に聞かせていただきたいと思います。はい、まず、実際今回治療を受けいただいてどうでしたか。痛みとかその、所要時間とかその辺を含めて。痛みはちょっとあったんですけども、はい、終わっちゃえばこんなもんだったのかなって感じですね、はいはいはい、ちょっとチクッとするような感じがところどころあったかなっていうところですかね、はい、ちょっと麻酔が効きづらいなっていう印象はあったんですけれども、もともとそういう感じだったんですか。そう、体質に麻酔ちょっと効きづらいみたいで、はい、そういうのがあったんだと思います。そうです、麻酔が効きづらいという方もたまにいらっしゃるんですけれども、そういう場合は結構今回みたいな感じでちょっと麻酔を追加してちょっとやったりとか、時間をちょっと長く空けたりとかっていう感じで効くまでちょっとなるべく痛みがないように進めていくんですけれども、ちょっとその分少し時間かかっちゃうんですけれども、治療は無事終了しております。 3.6cc ということで結構容量的にもしっかりとした量入れてるので、はい、術直後の状態としても結構こう気筒自体がずっしりと、そうですね、パンパンというか、はい、はい、実際にその見た目的な変化とかも結構ご自身では今見ていただいて、そうですね、はい、はい、感じられました。はい、感じました。良かったです。元のサイズが結構大きい方の場合は、例えば少ない量で 1.8cc とかだとちょっと量的に全体的に補うことが難しくなるので、今回陽平様みたいな元々結構サイズ感はしっかりあるという方に対しては多く量入れることで、その分こう効果っていうのは実感はしやすくなってきますので、1回で入れられる限度っていうのはもちろんあるので、今回 3.6 っていうことでやったんですけれども、また必要に応じてまた時間を空ければもっと追加をしてさらにサイズを出していくということもできますので、なので今回の治療効果っていう部分もですね、もちろん今直後でもしっかり出てるんですけれども、リパス G の場合は入れてから大体1ヶ月ぐらいかけてですね、徐々にこう組織が出来上がっていくので、徐々にこう膨らんでいきます。なので先ほどの直後の状態よりももうちょっと時間経ってくると結構しっかりとした張りがより出てくると思いますので、その時点でですねまた今後の進め方に関してはお考えいただいてもいいかなと思います。今回はですね選んでいただきありがとうございました。実際にどうでしたかね。良かったですか。はい、これ1ヶ月後が楽しみです、はい、そうですね、はい、良かったです。なのでまたちょっと1ヶ月後もですね改めてちょっと状態の方見せていただきたいなと思います。治療直後と、1ヶ月経った後の、変化だったりとかも含めてお送りできればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ちょっと術後の痛みとかもありますので、痛み止め飲みながらまたちょっと良さ見ていただければと思いますので、はい、また何か気になるところあれば都度ご相談ください。ありがとうございます、はい、では陽平さん本日はこれで以上となりますので、ご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまた次回も楽しみにしております。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました、はい。